皆さんこんにちは。モンゴル国ウランバートル市出身で伊勢ヶ浜部屋所属の現役大相撲力士の照ノ富士。今回はそんな照ノ富士の10度目の優勝や親方になれない問題に関する話をご紹介しましょう。大相撲名古屋場所の千秋楽、2024年7月28日で12勝2敗で優勝争いの単独トップに立っていた照ノ富士が隆の勝との決定戦を制し、3場所ぶり節目の10度目の優勝を決めました。試合では星の差1つの3敗で迫っていた東前頭6枚目の隆の勝が結びの1番の3番前で関脇の大の里を押し出しました。この時点で優勝決定は結びの1番に持ち越されたのですが、その1番で照ノ富士は大関琴桜に上手出し投げで敗れ、支配の行方は12勝3敗同士の優勝決定戦に持ち込まれたのです。優勝決定戦では隆の勝に2本刺され、土俵際まで押し込まれたものの、右を巻き替えてかいなを返しながら体を入れ替え、最後は左上手もがっちり引いて寄り切りました。2024年1月の初場所以来の優勝で、横綱としては6度目の優勝となりました。2桁優勝は歴代15人目であり、目標にしていた兄弟子だった春馬富士の9回を超えたのです。ちなみに歴代1位は白鵬の45回。新三役勝ち越しを決め、初の三賞受賞も決めた小結平戸海は琴勝峰を取ったりで破り、2桁10勝目を挙げています。元横綱稀勢の里の二所ノ関親方はこれについて、新小結で10勝は賞賛に値します。愚直な姿勢は好感が持てますし、稽古場での努力が土俵での強さに生かされている印象です。馬力を強化したことで立ち合いも鋭くなりました。大関の有力候補になりましたが、上を目指すのなら下半身の強化と技術のレベルアップ、加えて大の里戦のように立ち合いで横に動くことはせず、正攻法を貫いてほしいと評価しています。千秋楽から一夜明けた29日、名古屋市内の伊勢ヶ浜部屋で照ノ富士は会見を開きました。長年の目標としていた2桁優勝を達成し、目標を立てないときついことを乗り越えられないという思いがあった、頑張ってできてよかったなと思ったと、しみじみと喜びに浸り、続けて隆の勝に1回負けた本割14日目は自分の気持ちに甘さがあった、それを二度と繰り返さないような思いで戦ったと述べています。また自身が途中休場した春場所は弟弟子の武富士、夏場所は大の里と新鋭の優勝が続いていたのですが、これに関しても今の力士は相撲に向き合う姿勢が良くなっている、だから誰が優勝してもおかしくないと言及しつつ、一人横綱が3年近く続く状態の解消と親方になれない問題について、次に誰が横綱になるかというのは考えるべきではない、なるべき人はなるのではないかと語ったのです。自身の今後については、中途半端な気持ちでは相撲は取れない、次の目標を立ててやっていきたいと先を見据えているようでした。両膝に爆弾を抱え現役続行の危機とさえ見られていた中で、見事に実力を示し復活をアピールした照ノ富士ですが、それでも将来への不安は消えていないようです。若手親方は次のように述べています。先場所は初日に1横綱4大関が全滅しました。照ノ富士は2日目から休場してしまいました。今場所も初日に好調の平戸海が対戦相手に決まった時は先場所の再現かと見られていました。しかし立ち合いこそ攻め込まれましたが、その後は圧力をかけながら寄り切りました。三大関に土がつく中、白星スタートを切ると、翌日からは危なげない相撲で白星を重ねました。両膝の調子がいいのか、相手に圧力をかけながら前に出る相撲が取れていました。今場所も途中休場となれば引退勧告の可能性もありましたが、その状況は一変。あと1年は休みながらでも横審や協会から引退勧告はされないのではないでしょうか。真面目に巡業にも参加している優等生横綱ですからね。一人でも横綱に引退されては困る状況になっているそうで、今場所の展開次第では9月場所は5大関になるかもしれませんでした。大関を陥落した霧島が10勝を挙げれば大関に復帰できて、先場所初優勝した大の里が連続優勝なら大関昇進の可能性があったわけですから。ところが大の里は序盤で黒星を重ねて、昇進は早々に絶望的になりました。霧島はモンゴル五女会が動くとの見方もありましたが、10日目に対戦した照ノ富士は厳しい相撲で霧島を一蹴し、
5敗目を喫してしまいました。霧島は8勝7敗で勝ち越すのがやっとでした。その上角番大関の貴景勝がずっと黒星先行で5勝10敗に終わりました。来場所はまさかの2大関という状況ですとのこと。協会の看板力士となる次の横綱候補たちの不甲斐ない成績で延命となりましたが、照ノ富士は引き続き頭を悩ませなくてはならない問題を抱えています。そう簡単には引退できない事情があるのです。2025年7月に65歳の定年退職を迎える師匠の伊勢ヶ濱親方は後継者に照ノ富士を指名しているのだとか。しかし伊勢ヶ濱親方は定年延長で参与として協会に残る予定で、照ノ富士がすぐに伊勢ヶ濱の年寄り名跡を譲ってもらえるわけではありません。部屋の継承には交換する年寄り名跡が必要となるのです。しかしながら年寄り名跡は不足しており、年寄り名跡が多い二所ノ関一門の貴景勝も手当てができていない状況です。弱小の伊勢ヶ濱一門にあっては白鵬でさえ手当てが大変だったらしく、退職間近の再雇用の親方もいません。振り分けと出来山が空席になっていますが、振り分けは高砂一門の名跡だったものを先代の未亡人が出羽の海一門の妙義龍に譲渡したそうです。出来山も出羽の海一門の名跡となっているのだとか。協会の関係者曰く、春日野部屋の岩友親方が現役親方として亡くなりましたが、春日野部屋で十両の碧山が岩友を継承すると見られています。横綱や大関でも年寄り名跡の入手は困難な状況となっていますとのこと。照ノ富士は横綱経験者に認められる特例があるため、引退後も5年間は現役名で協会に残れるのです。ただそれでも厳しい状況だということです。照ノ富士が5年間の特例を使って現役名で協会に残った後、再雇用された伊勢ヶ濱親方から年寄り名跡の譲渡を受けることは可能ですが、そうなると伊勢ヶ濱親方が70歳で退職するまでは部屋をワンポイントで継承する親方がいなくてはなりません。ですが部屋付き親方の立山親方は自分は顔じゃないと誇示しています。伊勢ヶ濱部屋には預かりという形ですが、元横綱白鵬の宮城の親方もいるので、そこで師匠をやりたいと名乗り出る親方はいないのではないでしょうか。あとは伊勢ヶ濱親方に再雇用を諦めてもらい、参与として支払われる5年間の給与を支払うシナリオもありますが、定年後も影響力を持ち続けたい伊勢ヶ濱親方としては飲めない話でしょうねと二所ノ関一門関係者は語ったのでした。いかがだったでしょうか。今回紹介した照ノ富士の10度目の優勝や親方になれない問題に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。